どうも、愛知です。夏休みが5日ぐらい経ちまして、やる気が出ないんですけど、どうしたらいいですかとか、カツを入れてくださいなんていうリクエストが非常に多いですね、今ね。で、あんまり得意分野ではないんですけど、ちょっとまあ思ったことを短く話します。これダラダラ話してもしゃあないんで、少しだけ。ただ、その状況に該当しない方は見ない方がいいと思います。きついことを言うかもしれないので、まあ状況と判断、でもそれは自己判断でお願いします。ではでは、まあ、簡単にですけど、まずやる気が出ないんでって言ってる方、やる気を人に出させてもらおうと期待するのはやめましょう。やる気は自分で出すものです。で、まず、やる気が出た、例えばやる気スイッチなんて言ってますけど、やる気が出たから頑張るんじゃないと思うんですよね。そんな簡単なもんじゃない。だってやる気スイッチが簡単に見つかるんだったら大人も苦労しないしね、仕事をしてても。そうじゃなくて、頑張っていく中で、やる気スイッチを自分で押していくもんだと、俺は思ってます。まあ自分はそうやってきた、ずっと。どういうことかっていうと、だりーなとか、やる気出ねえなって、まあ、仕事にしても、ある、思うときあるわけですよ。サボりてえな、つって。でも、そういうときだからこそ、絶対やるんです、自分は。そういうときだからこそね、みんなだったら勉強するっていう。ただ、その、やる量は少なく設定しよう。必ず、多く設定してもきつくなっちゃう。だから、ゼロ、全く進まないっていうわけじゃなくて、1でいいから前に進むっていう、勉強するっていう、少しでいいからね。やるのが大事。で、ここまで目標、ここまでやろうって少ない量でいいから決めるじゃないですか。それをやるじゃないですか。で、達成しますよね。あ、やる気出ねえな、しんでえな、集中してねえなって思いながらも、でも達成するって。その、達成するっていう、達成感っていうのは、人にすごいポジティブな感情を生んでくれるので、例えばそれ終わりました。で、ちょっと少ない量に設定したので、時間が余ってますと。まあちょっと余ってるし、もうちょっとやってみっかなって、次の目標を決めます。ちょっとでいいから。それまた達成しましたって。そうやって、達成するっていうリズムを生むことによって、気づいたら、ちょっと勉強やってみっかなって思ったりするんですよね。自分はそうやってスイッチを入れていく人間なんです。だからこれが、全員に通用するわけでもないし、すごいこう、まあ、マニアックな方法になるかもしんないですけど、自分は人に入れてもらうもんじゃないと思っているので、ぜひ自分で荒事情になりますけど、頑張って、で、リズムを感じてというか、掴んで、自分で掴んでやってください。で、ただ、じゃあ人を頼るなってわけじゃなくて、もう一個大事なことは、きっかけっていうのは、周りからもらっていいと思うんですよ。頑張るきっかけっていうのは。例えば、まあ、自分のこの動画でね、それをきっかけになってくれたら嬉しいなと思いますけど、でも、他の YouTuber さんの動画、例えばエンタメ系の方の動画見てさ、その4、5分の動画見て、楽しくて笑っちゃったと。で、笑うっていうのは、一個のリフレッシュになるので、笑った後によっしゃ、私も頑張ろうかなって思う時あると思うんですよ。それがテレビのアニメだろうが、まあ、例えばアイドルだろうが、まあ、歌詞の歌でもいいと思うんです。何でもいいと思うんです。きっかけは、周りから。で、頑張ろうって思う瞬間ありますよね。大事なことはそっからで、頑張ろうと思ったら、すぐその場で頑張んないとダメです。一丁やってみっかって、頑張ろうって思う気持ちっていうのは持たないんですよ。持続力が非常にない。すぐなくなる。もう長くて1時間だと思います。頑張ろうと思って、でも頑張ろうと思ったら違うことやります。30分違うことやって、戻ってきたらさっきの気持ち薄れてますからね、ものすごい。そう。だから、きっかけっていうのは、どっからもらってきても構わない。周りを頼っていろんなものをきっかけにして頑張ろうと思ってもらえたらいい。ただ、その瞬間にすぐ頑張るっていう行動に移すかどうかは自分次第なので、ぜひそこを意識してもらえたらいいのかなと思います。こっからは自分の願望ですけど、塾講師やってて、まあ、今の活動でもそうですけど、すごく悔しいっていうか、そういう思いをさせちゃダメだよなって生徒にね、思うのは、夏休み明けとか、秋とか、冬に、もっと早くに勉強しときゃよかったって、やっぱり言うんすよ。たくさんの子が。で、まあ、塾講師やってる時だったら、それは自分の罪でもあるし、もちろん。もっと早くに始めさせられない、スイッチを入れてあげられなかったからね。まあ、スイッチを入れてあげるっていうのもさ、おこがましい意見なんだけど、塾講師からしたら。でもさ、それって後悔じゃん。みんなからしてみたら。だから、今やる気が入ってないかもしれないけど、でもやっぱり、早くやって損はないし、やる気が出ねえとか、調子が悪い時に頑張ることってものすごい糧になる、と思ってるので、うん。ちょっと今もしこれで頑張ろうって、もし思ってくれたら、今参考書開いて、1問でもいいよ。2問でもいい。3問でもいいよ。ほんと少なくていいから、ちょっとここまで絶対やろうっつって、そこまでやってごらん。で、そこでもしかしたら何かが掴めるかもしれないと思いますので、ぜひ頑張ってもらえたらと思います。